ライフゲームにおける固定物体の例ライフゲームにおける固定物体とは世代が進んでも同じ状態を保つ物体のことである。最も小さいパターンはブロックとタブの4セルである。また、最も生成確率の高いパターンはブロックである。固定物体の生きているセルは周りのセルが2つか3つである。また、死んでいるセルは周りのセルが3つではない。そのため、 世代が進んでも形は変化しない。また、固定物体は対称性を持つものが多い。周期一の振動子とみなすこともできる。固定物体は、ストリクトと数度の2種類に分類することができる。固定物体の中には、空母のように空白のセルによって、複数の部分に分割可能なものがある。分割不能なものはストリクトである。分割可能なもののうち、各部分、 またはその組み合わせがすべて固定物体になるように分けることができるものが数度である。そのような組み合わせが存在しなければストリクトである。上の図のうち、左の二つは数度であり右の二つはストリクトである。イ、e、ーター2のブロックは単独でも固定物体であるが、残りの部分がそうではないので数度にはならない。ここに紹介している物体は、 8セル以下のストリクトの固定物体の一部である。ゲンは、生物が、ライフが、ライフゲームとの掛け言葉になっている。ありがとうございます。